この机から生まれた映画が間もなく全世界に向けて発信しようとしている。大友克洋、その傑出した才能は世界中で高く評価されている。海外で翻訳出版されたコミック「アキラ」は売上総数500万部を超えた。アニメ「アキラ」も世界各地の映画祭で好評を博し、大友克洋は世界レベルのクリエイターとして注目を浴びている。That bike's been designed just for me. It's too much for a kid like you. Someday we will be. Akira から7年、新しい大友ゾーンの扉が開く。Akira 以降、その海外のマーケットっていうことも、もうすでに企画の段階からありましたんでね。かなりそういう意味で言うと、グレードの高い映像を作りたいということはありましたけどね。それはその技術的にもそうですし、センスって言いますかね、そういうのも含めて、普通作られている日本のアニメーションよりはグレードの高いものを作ろうかなっていうことはありましたけどね。では本編制作に先駆けて作られたパイロットフィルムをご覧ください。バーナード第四銀河での作業を終えた宇宙のサルベージ船コロナは、帰還途中難破船の救助信号を受信し、宇宙航法に従い救助に向かった。よし、中には入った。気をつけろよ。エアロックというよりはリフトって感じだな。モニター映像はどうだ？良好だ。しかし、まあ随分と年代物の設備だな。前世紀の遺物か。金目のもんでもありゃな。あ、酸素だ。空気は新鮮なようだ。放射能も OK。 時期の様子はどうだ？今の風 OK だ。今は安定しているが、何が起こるか分からんぞ。短時間で戻れ。あった。たく、乱暴な歓迎だな。気をつけろ、重力が来るぞ。へいへい。地の底へご案内か。行くぞ。ええな、誰がこんな宮殿作ったんだ。
動くか。だってまだ中に二人が。このままじゃどの道行ってるんですか。帰ってきたんだよ。元気だったかい。お帰りなさい、あなた。作られていた国家機密の薬を間違えて飲んでしまった一人の男。彼の体内で薬品は変化を遂げ、男は巨大な兵器と化していた。向かうは東京。爆発する周期の中、海軍自衛隊陸海空三軍は男の行く手を阻むことができるのか。科学をもてあそんだ人類に対する神の逆襲か、行き詰まった文明の小村帰りか。千万人とし東京の運命は、肥沃な関東ローム層大地に明日は来るのか。東京を、日本を救うことはできるのか。さあ、難しいんじゃないですか。大本営9時20分発令、攻撃目標データ方位2時15分発射角42度。本日の気象条件による方位訂正マイナス2度、射角プラス1度。高弾装填開始。本日は西寄りの風、風力も午後になり南東の風、風力も高いでしょう。湿度 60%、 雨の心配はありません。では今月の標語、打てや打て欲しがりません打つまでは。さあもう一度、打てや打て欲しがりません打つまでは。最後にもう一つ、我が物と思えばたるし、頬の玉。何本かのビデオを作るっていう、その僕の SF の短編集から、3本ぐらい作ろうかなっていう話がありまして、それでずっと企画を進めてて、いろいろあったですけど、それが一回こう頓挫してしまったり、でそれをもう一回立ち上げた時にはやっぱりもう、劇場にしようっていうふうに急になんかグレードアップしてしまって、その辺からですね、本当に実際、何を入れるかとか、どの作品を入れるかっていうのを考え始めたっていうのは、やっぱりなんか3本ですからね、1本が終わるとね、次のやつが来る。やっぱりそうですね、みんななんて言いますかね、脅かしたいっていうか、脅かしたいっていうじゃないですね、やっぱり新しい発見だったり驚きだったりっていう繰り返しで、そのエンディングロールまで入れてですよ、そういう風に作りたかったな、駆け抜けていくみたいなやつをね作りたかったなというのはありますけど、アキラではあまりにもなんかいろんなことを一人でやりすぎたかなっていうか、あ、今回もやってますけどね、またでもその3本それぞれの演出が立ちましたんでね、アキラの時ほどはそのなんていうかな、大変じゃなかったというか、もう少しその弾いてみれたっていうか、作品を、そうですね、オムニバスですからね、いろんな作品を、なるべくこうバラエティに富んだっていうか、カラフルな感じにしたかったっていうんで、いろんな演出家を立てましたんで、それもやっぱりちょうど、なんて言いますかね、みんなその岡村君にしても森本君にしても原画の人間なんですよね。演出の人間が本当はやらなくちゃいけないんでしょうけれども、あんまりその演出の人間っていうよりは、その日本のアニメーションっていうのは、その作家をやってる人間が演出に行っちゃうっていうか、そういう意味で言うと、その岡村君だったり森本君だったりするのも、そろそろそういうその演出へ行こうというふうな、そういう時期の人たちですからね、ちょうどなんていうか、
頑張ってやってくれるんじゃないかなという。まあ、アキラが終わってで次、まあ、確かに老人デッドが終わったあたりかな、多分お父さんの方から次なんかこう簡単なビデオでもやろうかっていう話があって、でそれでまあ、僕の方もその彼女の思い出っていうあの作品の中 にある最初はだからなんか武器をさらばとかっていうのを候補に出してて、これをやりたいんだっていう話をしてたんだけど、まあ、その最終的にはそのトータルバランスということで、まあ、彼女の思い出っていうことをやることになったっていう感じですかね。まだなんか飲み屋かなんかでこう気楽に やりましょうっていうのがあったんですけどね、いつの間にか蓋を開けるとこれどん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 大変なことになってしまっていて彼女の思い出はね、どうでしょうね。小学生並みだぜ。結構これが一番ヘビーかなという、ヘビーなんですけど一番頭に持ってきましたけど、でもまあ楽しめるんじゃないかなという、やっぱりエンターテインメントっていうかね、楽しめるっていうかそういうことが要素ですから、そういう意味で言えばね、ちょっとホラーっぽいかなという気もしないでもないですけどね、導入部っていうかね、なんかお化け話っぽいなっていうか、それはそれでいいかなっていう何を言ったらいいんだろう見どころですか、見どころ、そうですね、音楽非常にその緻密に作画もやってますしね、音楽なんかと そのマッチングも非常によくできてるし、なかなか、出来上がりのいい作品なんじゃないですかね。最初の進行状況だとまだなんか足らないなっていうこう思ってて、でそれはまあ脚本やってもらったコンさんとも話しながら、なんか違うよねって言いながら、だから4区あたりで大きく変わったんですよね、ガラッと。それまではそのハインツっていう方向に、ストーリーがなかったんですよ。入っていく方っていうのはあくまでも傍観者っていうか、その場の中に入っていって、いかにその変な建物だったりとか、一体誰が作ってんだっていうところにそのメインがあったんですけども、いやそれだけじゃちょっと40何分は耐えられないっていうか持たないっていうことで、じゃあその入っていく側にもそういうストーリーをつけて、でなおかつそのストーリーっていうのがその今回 その彼女の思い出っていうか、その思い出にしがみついてる、人のそういう比較としてね、提示できればいいかなっていうことでストーリーを作っていったっていうか、もうコンピューターってそのあくまでもその作品の中のね、作品の中で使うっていう時に考えると、そのカットが浮いちゃいけないっていうのは基本的にあるんですよね。で浮いてしまうっていうか、コンピューターだって分かってしまうと、明らかにその先の 2,3 カットはやっぱりこう流れてしまっちゃってるんで、なるべくそれはしたくないっていうのが基本的にあって、でいかにそのコンピューターを使ってないっていう風に見せるかっていうことに全神経を注いでるっていう地方向ですよね、使い方としては。音楽に関してはもう今回もすごいすっかり気に入ってまして、まあそれはその前に一回マクロスプラスっていう作品で一応その菅野さんっていう、人がやってて、でその人のまあ音楽シーンがあって、でそこをまあちょっと担当することになって担当してまして、でその時に初めて菅野さんの音楽っていうことに出会って、でその時に最初だからこの作品ってそんなに好きじゃなかったんですけど、その音楽を聴いて、あこれだったらできるっていうか、この音楽はめちゃくちゃいいんで、じゃあ何でもやりますみたいな形で
入って、でもしこう自分でやるときはこうぜひ使いたいなっていうのはそのことから思ってて、だからちょうどそのもう菅野さんのその感性っていうかもうなんか抜きに出てたんで、どっちかというとこっちからその細かい注文というよりはほとんどお任せ状態なんですけど、なんかちょっと今回はそのあのどうしてもそのオペラっていうものが外せないこうアイテムとしてあったんで、そこでまあオペラは使わないといけないっていうことも多分あったから、ちょっと菅野さんとしても好き勝手やれたわけじゃないかもしれないですけども、それでもやっぱり俺はあの中で皆さんがやってくれた仕事っていうのはすごい素晴らしいなと思ってますけどね。そうね、だからスタッフもこうみんな大変だって言ってたんで、あの彼女は思い出っていう話をしてましたけどあのエヴァにしてもハインツにしてもこうある磁場からの行動脱出だっていう話なんで、それはあのその脚本家のコンさんとも言ってたんだけど、実は俺たちっていうか、だからあの二人とももうお父さんとずっとこう一緒に仕事をさせてもらってて、いかにその大友克洋という磁場から脱出するかっていうような話だなっていうのをよく二人で話してて、それができないとこれは成功じゃないないよねっていうのをよく言ってますよね。だからそういう意味で一番これがもしかしたら大友克洋らしくない作品なのかもしれないなっていうのはちょっと思ってますけど、まあ多分明らか視点で書いてますし、だから多分もうその見に来る人はもしかしたらその明らかの延長上みたいな形で期待 してくるかもしれないですけども、これはこれでその自分たちが今面白いと思っていることなんで、それは多分見てもらえれば、面白がってくれるんじゃないかなと、思ってますんで、ぜひちょっと見てほしいなとか、そういうところを、あ、こういうことをこの人たちは面白がってきたっていうところを見てほしいなと思ってます。最初話聞いた時はやっぱりビデオっていう話だったと思うんですよ。でまあなんか何ですかね、ロジンジェットとか、まあ、ああいう感じのものを想像してたんですけど、なんか作業が始まってしばらく経ってからいつの間にやら劇場になってて、あれあれなんか話が違うぞとかいうことになったんですけど、最終兵器はねノリだと思ってるんですよね。その頭の入り方からそのこれもやっぱり、駆け抜けていく話なんで要するにそのノリが出るかどうかっていう感じだったんで、これもやっぱり、ね、非常に音楽なんかとね、よくマッチングして駆け抜けられたんじゃないかなって気がしますけどね。やりたかったんですか。そうですね、なんかさっきお父さんもちょっと言ってたみたいなんですけど、その駆け抜けるみたいなことですか、そのリズム感で話の全体をこう流れを作っていくっていうのはちょっとやってみたかったんで、やりました。まあなんとかなったんじゃないかなと思います。そうですね、最初はだからビデオっていう話だったんで、コンテもまあそこそこ抑えめに書いてたら、いやこれじゃなくてもっとなんか大変なことをやってくれみたいな話もありましたんで、それがどんどん書いてるうちに、そうですね、A パート書いたところでそういう話が、その文句っていうかリテクがあって、それでまあちょっと大変にしてって、で次 B パート書いてってやってるうちにやっぱりどんどん大変になってって、そのコンテ書いていくうちにもう最初はコマの中に1人とか2人とか書いてるのが普通だったのが、いつの間にか5人以上書いてないと気が済まないようなことになっちゃったりとかして、どんどん人数が増えてちゃって作業は大変になってきました。最後の方っていうか、まあ中盤から後半にかけての自衛隊と農業の対決のシーンとかで、あのメカとかでも細かいメカがいっぱい出てきますんで、これはどう見ても空対空ミサイルだからこんなところで使わないだろうとかいうのがいっぱい出てくると思うんですけど、まあそういうのも楽しんでみたりいただければいいと思います。いやもう具体的にだから大友さんの頭の中でできちゃう席はできちゃいますから、そのもう絵で指定してくる、これはこういうシーンでこういうカット割りでとかいう感じのもう指定が入ってくるんですよ。一番頭の病院の、そうですね、テレビからずっと
TB してくるんですけど、そこのモブとかもあんなに大変にするつもりじゃなかったのに、いつの間にかお友さんがそういうコンテンツしちゃってうわーとか思ったんですけどね、なんとか作画の人に泣いてもらってやってもらいました。そうですね、一番大変なのはやっぱり防衛庁の一番最初に出てくる、中が一番最初に出てくるシーンじゃないでしょうかね。カットは原画でも1ヶ月以上かかっていたような気がしますしね、まあ、一人だけならまだしも、後ろの方のモニターの作業とかも別進行で僕がやってたんですけど、まあ、それも合わせると相当大変なカットになっちゃったんじゃないかと思います。こんなことがやってる本人、あの作画とか、まあ、作品を作ってる本人たちはこんなこと絶対ありえないって思ってて作ってた話なんですよ。ね、あの薬学部とかも取材に行っても、まあ、研究所とかも取材に行ったんですけど、そういうところでもかなりチェックは厳しくて、ああいう事件っていうのはまず起きないだろうと僕たちは思ってたんですよ。まあどうせ漫画だからとか思っていたら、いやなんか似たような事件が起きてしまうんでびっくりしましたね、向こうがそういうアニメーションだったり漫画だったり小説だったりね、そっちのフィクションの世界に向こうが近いんじゃないですか。こっちが寄ってってるんじゃなくて現実の方が寄ってきてるっていう感じがしますけどね。その思想的なことは何も考えずに、ただ楽しんでもらえればそれで結構ですね、はい、駆け抜けていってください。まあ、ワンカットってみんな言いますけど、結局ワンカットにはならなかったですし、そうですね、僕としてはそのワンカットっていうよりはそういう絵本の絵巻物みたいな感じで、こう風景が流れていくっていうか、そういうイメージでしたから、別にそんなにねワンカットっていうのになんかすごいこだわってるわけでもないですしね、最初からねやろうとしたんじゃなくて、意外と根底を書きながらこれはこういう風にできるかなっていう風に考えていったんで、ただそんなに自分でねそのもうワンカットだからこうしようっていう風に自分を縛ってたわけではないですけどね。まあ撮影の方はね大変だったですけどね。相当リテイク出たんですか。いやそれねリテイクあんまり出せないですからね。出しましたけどまあいろいろ試行錯誤もいろいろありましたんでね、新しいことをやってみようっていうのもあったんで、 CIS だったりそのコンピューターだったりいろんな、まあそのコンピューター関係の新しい技術を最初にテストしたりしてましたんでね、結構そういう意味で言うとこれ一番最後に入ったんですけどね、本当はもう少し時間が欲しかったなという気がしますけどね。それとやっぱコンピューターの環境っていうかそういうのが整ってなかったですからね、これね、まだでコンピューターにしようと思った時に、結局そういう段っていうか環境がないんで自分たちで結局全部模索してったっていうか、そんな感じでしたね。コンピューターを使おうという発想じゃなくて、そういう映像が欲しいって発想ですから、この流れの中でそういう今までのアニメーションの撮影台ではできなかった効果を出すためにコンピューターを使ってるんで、別にコンピューターをはい使いましたというようなことはあまりやってないんですよ。それはね、撮影監督に聞いてもらったらいいかもしれない。そりゃ、ここ見てくれってね。みんな大変でしたからね、撮影がね、もうすごい長い番をやってますんでね。だからまあ、太鼓の魔女っていうのは、その、ここっていうよりは、なんか、全編を通して、なんていうかな、その世界観だったり、そんな、ですかね。キャラクターはね、実はあんまり最初からやる気はなかったんですよね。ね、自分の絵にそろそろ飽きてるんでね。もう僕より上手い人もいっぱいいますんでね、アニメーターになると別にいいんじゃないかなっていう。なんとなくメモリーズっていうタイトルで、その今じゃないんじゃないかなっていう感じがするんで、やっぱり今を持ってきた感じだっていうかね、エンディングに今現在の日本っていうか、そんな感じを持ってきたかったんで、まあテクノの
そんなあのダンス音ミュージックって言いますかね、そういうやつを持ってきたかったりとか、踊りながら出てきてもらいたいなっていう、踊るやつを作ってくれって言いましたけど、それでまたあのタイミングのあのクレジットのあれが長いじゃないですか、6分ぐらいあるんで、まあ十分踊れるかなって、はい、踊ってほしい、踊ってほしいって踊りながら出ていくという。ただそうですね、音楽まであそこのそのクレジットまでが映画だなっていう、普通はね、そのクレジットが流れてくると、そうすると大体普通の人は映画を反芻するわけですよ、今見た映画はどうだったのじゃなくてそこまで音楽まで、映画ですから、あのクレジットまで映画ですから、映画館を出た後に反芻するように、要するに踊りながら出て後で考える、変な話なんでね、これ一日の少年が起きてから寝るまでの非常にその、あまりこれもね意味を考えずにですね、世界に浸っていただければいいかなっていう、そんな感じですか。楽しみ方っていうのはみんなお客さんここ違うので、わかりませんけれども、自分としてはすごいそのかなりテンションを高くして、駆け抜けて、つぶじ風のように去っていく映画を作りたかったなという、そういう映画なんで、まあ、楽しんでくださいということでしょうか。それでは劇場でお会いしましょう。思い出は逃げ込む場所じゃない。